姫しじみ赤は、しじみ町家内の一つの分類単位。日本産しじみ町の約半分はこの赤に含まれる。成虫は一般に羽が横に長く、草原や市街地などを主要な住みかとし、草間をちらちら飛び、崩壊外にもよく止まる。羽の模様は、表と裏で違う。オスの羽表は、構造色を示すが顕著ではない。お嬢特起を持つ種はあまりいない。 羽以外の体の形状は、他のシジミチョウと大きく変わらず、触角も黒と白の縞模様である。幼虫は小判型をしており、主に草本やカキを食べ、木にはつかない。黒シジミのようにありに養育される種もある。幼虫で越冬する種が多数だが、卵で越冬するヒメシジミ、サナギで越冬するトラフシジミなどもいる。南西諸島に産する種では、越冬体不定。 中年発生するものもある。しじみウカは他に、いくつかの赤に分けられるが、日本では、ゴイシシジミ、ベニシジミ、ウラギンシジミの3種を除き、緑しじみ赤か、ヒメシジミ赤に分けられる。ヒメシジミ赤は日本に39種生息する。緑しじみ赤では、貴重性の25種をまとめて、ゼフィルスと呼んでおり、ヒメシジミ赤はそれに対して、ブルーと呼ばれ、趣味者から親しまれている。 ヒメシジミアカは次の4つの属に分類される。ほとんどの属と種はパリアーマティニーに含まれる。ありがとうございます。